電気電子工学科では幅広い専門科目を学ぶことができます。身の回りを見てください。携帯電話にテレビ、パソコンなど電気を使う商品は空気のように身の回りに存在します。それが私たちの勉強する分野です。まず電磁気学、電気回路、電子回路といった電気電子工学の学問体系の基礎を講義、演習、実験を通して身につけていきます。そして3年生になると材料とデバイス、通信、計測と制御、電気エネルギーの4つの分野を柱とした講義を受け、卒業研究に関連の深い実験を行いながら専門性を高めていきます。その結果、私たちの未来社会が作られていきます。それでは企業の最前線で働く電気電子工学科の先輩に紹介してもらいます。私は2012年に電気電子工学科を卒業した小野幸太郎です。現在はオムロンオートモーティブエレクトロニクスという自動車の電装部品のメーカーでエンジニアとして働いています。今は車用のワイヤレス充電器を開発しています。主に車の中で携帯を置くだけで自動的に充電ができる商品になります。この商品は今年の東京モーターショーにも出展しました。この他にも車の窓を自動で開け閉めする商品の開発もしています。実際はこちらの商品になり、ちょっと見た目は分かりにくいんですが、私がアメリカや中国とかに実際に行って現地の方と一緒にものづくりをしています。今の仕事は全然想像ができてなかったですね。受験勉強がいっぱいいっぱいだったっていうのが高校時代の印象です。もともと父親が、そういうことが好きだったっていうのもあって、自分も自然とそういうふうなところに興味を持ってたので、工学部にしようかなと思って工学部に入りました。でも電気電子はすごい勉強していけばいくほど幅が広いなと思ったので、実際何にでもなれるかなというふうには思いましたね。最終的には自分が興味があったもの、それが今のこの車が好きだったっていうところで、今の仕事を選びました。やっぱり今はグローバルに活躍するっていう機会がすごい多いと思うんで、やっぱり英語とか外国の言語をもうちょっとやっておけばもっと活躍できたんじゃないかなと。でそうすることでいろいろ世界も広がると思うので、勉強だけじゃなくて今後社会で生きていく上で役に立つっていうことを今のうちから興味を持っておくと将来役に立つと思います。電気電子工学科で学ぶことは今の世の中に必要なことばかりです。ということは皆さんが将来なれる仕事もたくさんあるということです。私みたいに車に興味があればこの仕事にもつくことができます。まずは興味のあることを見つけてそれを追いかけてください。